listen to you. Sweet lounge. Listen to you. Sweet lounge. 皆さん、こんにちは。ジェイドです。ついに11月がスタートしましたが、皆さんお元気ですか？世界では異常気象のせいか、タイで洪水があったり、ニューヨークではもう雪が降ったりと、あらゆることが起きて、もちろん余震もまだずっと日本では続いてますし、みんなが平和になる日が来ないかなといつも思っています。今日は先月の誕生日のお話、そして少し遅めの夏休みについて話していこうと思います。まず10月13日に無事また誕生日を迎えることができました。皆さん、お祝いのメッセージなどありがとうございます。当日はお友達にお祝いしてもらったり、家族やお世話になった方お祝いしてもらったんですけども、その誕生日の日に私が月に1回ぐらい行く麻布十番にザ・ビーチ・ラウンジという素敵なバーがあるんですけども、そこで毎月第2水曜日にシークレットラバーズというパーティーが行われていて、そこで一緒にお祝いを紛れてしてもらったんですが、そのシークレットラバーズはなんといっても美味しいお酒と素敵な音楽で大好きな仲間と楽しむというイベントで、なんと日本のラッパージブラさんがDJをするという、また貴重なイベントで、毎回彼の選曲が聴きたい、そして女の子もたくさん集まって楽しいパーティーが行われています。そのパーティーで必ずその月の誕生日だった子のお祝いをするんですけども、その時にルールがあって、その誕生日の本人の子にケーキをプレゼントして、そのケーキをこう顔面に投げつけるという、大きなプレゼントがあるんですけど、それを毎月ですね、いろんな友達が顔面にケーキを当てられるのを見て、うわ、なんかすごい楽しそうだなとか、あ、ケーキ食べたいのにとかいつも思っていたんですけど、今回私の会を祝ってもらったんですけども、では今回もすごいこんなに楽しい仲間にお祝いしてもらえて嬉しいなとか思って、ちょっとこうテンション上がりながら踊ってたらですね、急にハッピーバースデーの曲がかかって、あ、嬉しいと思って、ケーキも出てきて、改めてなんかすごい私は友達とかスタッフとか、たくさんの人に恵まれてるなって思って、どん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 こうテンションが上がって、どんどん本当に嬉しくなって、もうどうしようみたいに言っていたらですね、突然なんかこう振り向いた時に顔にケーキがバーンって当てられまして、ママとこう毎月見てたにもかかわらず全くその時は予測できなくて、見事に顔面でケーキを受けました。もうね、みんなの愛をね、そのケーキの力強さで感じられた日でもあるので、衝撃はちょっと未だに感覚として残っているので、まあ一生忘れないと思うんですけども、この誕生日に顔面にケーキを投げるっていうのはかなり経験したことが多分ない人の方が多いと思うんですけども、結構快感というか
何でしょうね、こう意外に髪の毛がツルツルになったりとか次の日してたので、あとやっぱりみんながこう楽しめるゲームだと思いますし、もちろんこう感覚として残る、なんていうのかな、こうお金では買えないプレゼントだと思うんですよね。ですのでぜひもし皆さんもどなたか誕生日などありましたら、顔面ケーキをプレゼントしてみてはいかがでしょうか。その当日の写真などはブログにアップしてあるので、ぜひ見ていただけると、どんな風に投げられるかとか投げる前後とかも分かりますので、そちらもチェックしてみてください。それではここで1曲聴いてください。ジェイドのファーストソロアルバム「ベストフレンド」から私の生い立ちを歌にした曲です。My Street。お送りしたのはジェイドのファーストソロアルバムベストフレンドからマイストリートでした。後半は少し遅い夏休みを利用してハワイへ行ったので、そのことについてお話ししたいと思います。
ハワイは今回で6回目くらいになるんですけども、ハワイの大好きな理由はズバリ気候が過ごしやすい。毎日お天気がいいですし、すぐオアフ島なんですけども、ワイキキ周辺に滞在してたんですが、すぐビーチもあるし山もあるし、とにかく大自然に囲まれている。だけど買い物などもできるという、とにかく過ごしやすい気候。毎日ビーチに行って、毎日夕日を見て、お友達とご飯食べてと、とても充実した時間が過ごせました。今回は何より夕日を毎日のようにお友達と一緒に見て、今日はどうだったねとか、これからどうなるんだろうねとか、毎日夕日を見てこれからのこと、今までのことをお話ししたのがとても印象に残っています。そしてハワイでは時期によってスコールという雨、すぐに止む雨なんですけども、その後には必ずと言っていいほど虹が出るので、雨が降ったらちょっと嬉しいんですよね。あ、じゃあいつ虹が見えるかなと思って、で雨が上がった瞬間に空を見上げると虹がかかっていて、私が行った時もですね、ものすごく大きな虹がワイキキの街をドーンとかかっていて、すごい感動して友達と写真撮ったんですけど、その大きな虹の模様もブログにアップしてあるので見てください。そしてハワイは、まあ島全体がパワースポットと呼ばれていて、その理由は何でかなって考えた時にですね、ハワイだけ世界のこう地図見ると分かると思うんですけど、他のね大陸から一番こう周りに何もないんですよね。ハワイの周りは全て海で囲まれているので、こうたくさんの嫌な気が寄ってこないという、だからこそこう島全体がパワースポットなんじゃないかなっていうのを行くたんびに思うので、毎回ビーチで今まであった嫌なことをこう洗い流して、大自然の中でこういい気を取り込む、そんなことをしに行くのも一つの目的になっていますので、まだまだ話足りたいんですけども、今回そのハワイに行った時にまた向こうのカメラマンさんのお友達がいて、素敵な景色と自分たちの行動を写真に撮ってもらったり、ハワイで感じたことを曲にしていつか皆さんに聞かせられたらなと思っています。私のハワイの過ごし方、そして誕生日のね模様など、すべてブログホームページにアップしてありますので、そちらをチェックしてください。そして11月は、また宮城県の復興祭でライブをすることになったので、その情報もすべてアップしますのでチェックしてください。ホームページアドレスは www.jadesweetdiamond.comjadesweetdiamond.com です。それではまた次回会える日を楽しみにしています。 See you next time.